切断部分が凍結していたからしばらくの間生きていたんだって。そうとは知らない駅員の人はそのままブルーシートをかけちゃったから人間を恨んでて足を探し求めてるんだって。でもテケテケが来れないようなセキュリティハウスってどんなのっすか？マグマで囲って近づくことすらできないようなセキュリティハウスにしよう。なら入り口はピストンを使ってマグマが自動で開くようにするっす。カラスを使って真ん中から外の様子が見えるようにしておこう。最後はマグマを垂れ流したら絶対に近づくことのできないセキュリティハウスの完成っす。そして次はテケテケの足止めをできるような装置を作った方がいいね。なんで足止めなんてするんすか？テケテケは時速100キロから150キロの速さで追いかけてくると言われているから弓矢連射器を作って少しでも足止めできるようにしておくよ。なるほど。って150キロ？そんなに早く来られたら見つけた瞬間に追いつかれちゃうっすね。足が速すぎてもしかしたら全然当たらない可能性もあるからバナオ君は地面にトラップを仕掛けるっす。ディスペンサーとファイヤーチャージと感圧板で作れる炎のトラップで歩くだけで攻撃が当たるはずっす。その作戦やれ。他にもテケテケの噂では赤いものを身につけてると襲いに来るって言われてるんだよね。じゃあそんなブロック積んでたら襲われちゃうっすよ。あえてここに引きつけて周りをピストンで囲う。そして内側に感圧板を置いたらほらこんな風に一度中に入ってしまったらもう出られない仕組みになってるの。バレないように緑のカーペットを粘着ピストンの上に置いていくよ。その中に閉じ込められてる間に何か攻撃できたらいいっすけど。そういえばバナオくん他にも聞いた噂があるっすけど、テケテケは事故の時に雪が降っていて寒さのあまり上半身と下半身が切断された状態でしばらくの間生きていたと言われているっす。だからきっと雪は苦手だからスノーゴーレムを作るっす。これで閉じ込められてる間に雪玉攻撃してもらうっす。もしもピストンのトラップから出てきてしまった時のために階段を作って上空にシェルターを作っておくっす。テケテケは足がなくて階段を登れないからこの上までは上がってこれないっすよ。そうなった時はここで生活できるように必要なものも用意しておこう。窓ガラスもつけて外の様子は常に見えるようにしておくっす。このシェルターの上に TNT キャノンを作っておくっす。テケテケが来た時にすぐ攻撃ができるように遠距離型のものを作っておくっす。けど自分たちの武器も持ってないと不安だからこの最強の銃を持っておこう。これは一度でも当たると死ぬと言われているポテトキャノンっす。もし当たればこれが一番最強かもしれないっすね。念のために自分たちの装備も整えていた方が安心だよね。私はマーちゃんカラーのカメタリンボーグ。バナオくんはネザライトっす。バナオくんテケテケの足の速さにも負けないようにこのブーツを履いて。ありがとうっす。はい、ということでテケテケ特化型セキュリティハウスの完成です。これだけ準備もしたしいつテケテケが来ても怖くないっすね。
ガス。まずい、この音はテケテケだよ。よし、弓矢連射器を見に行ってみるっすよ。まるまーちゃん、行くっすよ。せーの、まずい、テケテケが早すぎて通り過ぎてっちゃったよ。次は炎のトランプっす。急げ急げ、敵は全然効いてないよ。次はここに閉じ込めてゴーレムに戦ってもらうっす。全然閉じ込められてない。めちゃくちゃ速いっすこいつ。ゴーレム、雪玉で攻撃して。絶対雪が苦手なはずっす。頑張れゴーレム、その閉じ込めた中で戦うんだ。うわ、ゴーレムがやられたっすよ。大丈夫、まだいるから。頑張れゴーレム、頼む倒してくれ。こんなに大勢いるゴーレムでも全然歯が立ってないっす。テケテケ恐れ分身。そうだ、ポテトキャノンを撃とう。じゃあポテトキャノン発射するっす。お願い発射。ダメっす、全然効いてないっす。動きが速いから当たらないよ。めちゃくちゃ素早いっす。最強最速の JK っすよ。これじゃ追いつかれちゃうから、もう中に入ろう。早く開いてくれ。テケテケが来ちゃうよ。やられちまうっす。オイラがおとりになっとくっす。頑張れ、窓開いたよ。よし行くぞ、急げ。なんとか間に合ったっす。このセキュリティハウスの中にも入ってくるかもしれないから、とにかく階段の上に逃げるっす。うわー、入ってきたっす。いけいけ、バナオ急いでそのまま TNT キャノンを撃って。任せるっす。 TNT キャノンを撃ってマグマシャワーをかけてやるっす。これが最後のチャンス。いけー、この TNT キャノンでセキュリティハウスごと破壊してマグマの熱で燃やしてやるっす。おー、テケテケも熱さには勝てないのか。これでバナオ君たちの勝利っす。やっぱり TNT キャノンは最高っす。はい、ということで無事テケテケを倒すことができました。やったっす。これでダメだ、足取られてちゃったかもしれないっす。テケテケ倒せてよかったねって思ってくれたら評価とチャンネル登録よろしくお願いします。みんなはテケテケの噂聞いたことある？コメントで教えて。それじゃあまた次の動画でね。バイバーイ。すっごい怖い顔してたよ。うん、ガクブルだったよ。逃がさない。